皆さんこんにちは、チルシーです。みゆです。ひまです。二人合わせてみゆまです。じゃあ恒例の挨拶からね。そうね、あのね、せーの、はい、はい、2回戦目。ひまちゃんにルーレットを回してもらいたいと思います。はい。お、来てしまった、来てしまった。 KO です。 KO、 結構むずくない？難しい。これをやってみよう。これはじゃんけんしよっか。じゃん、そうだね、うん、これは結構さ、うん、あれだもんね、あのちょっと怖いよ。そう、始めが大事だよ。みーからでいいの？あ、選べる、選べる、うん、さっき1.25 OK。いくよ。1.25 いきます。いきます。OK、OK、OK。はい。おー。余裕だね。まだまだ大丈夫だ。1.35。でもできてた。うそ、まだ大丈夫か。いい勝負。1.4? 1.4。いくよ。うん、OK。 おー、大丈夫、大丈夫、うん。ミュージックスタート。いけた。すごい、すごい、いけた、いけた。 1.58 いくよ。いけてた。 1.7
った怪しかったよ怪しかった。じゃあこれでユマが 1.9 踊れたらミユさんの負けってことにしよう。それではミュージックスタート。できやすいね今のどっちなの。でもできてた。嘘、うん、ちょっともうちょっとやってみて。一点、え、じゃあ3踊れ、あ、2.5 踊れたら勝ちにしない？オッケー。これ踊れたら勝ち。勝ち？うん、オッケー。オッケー、いくよ、うん、せーの。2.5 だよね。うん、もう負けたわ、みゆ。せーの。終わりました。無理だ。これ早い。早すぎる。2.5 は無理だね。先生、無理です。今踊りたいからね。嘘でしょ。嘘でしょ。じゃんけんしよう。ほんとに。ちょびっとしよう。いいよ。最初にグッ、じゃんけん、ほい。あ、ちょびっと。最初にグッチャンキーファイ、はい、はい、どうでしょう、あっち向いてほい。あー、もうどんどん嫌なエピソードが。大丈夫、疲れてない。疲れてない、まだいい。はい、こっち気持ちないよ。あー、やった。この絵、しかもなんかちょっと点々伸びちゃったごめん。オスカで描いたからさ。なんか絵もついてるんだけど、恥ずかしかったエピソード。これは一番みんな聞きたいんじゃない？本当に。うん、もう本当に言いたくないんだけど。聞きたいよ。本当に言いたくなかったけど言うね。あの内臓が内臓がめちゃくちゃ悪くて、うん、本当に悪いんですよ。もう皆さん引かないでください。なんか毛布とね、布団をかけてるの、うん、結構分厚いやつ、うん、でも。冬でも夏でも起きたら絶対ベッドの下に落ちてるの、両方とも2個とも2個とも落ちてて、でこうやってこうな起きたのが、そう、大の字になってこうやって起きるのが毎朝なの、うん、ってぐらい寝相が悪くて、うん、でなんか愛理さんの部屋でねねさんとみゆと愛理さんで3人で寝てた時があって、で泊まってる時にね、で愛理さんが動画を撮ってたんだけど、その時のみゆの顔が口めっちゃパッカーンって開いて、パッカーンって開いて、あーって顔で寝てんの、うん、その動画がアイリスの携帯の中に保存されてあって、で、この間寝顔を撮られてるってこと？そう、寝顔を。で、しかもさ、なんかこういう、なんていうの？わかる？こういうのじゃないですよ、とか。こう、すやすやとかじゃなくて、もう、はーみたいな、はーって感じの寝顔が、そう。アイリスの中に入ってんの。でそれをいつか消してもらえないか今こうやって探ってるんだけど。たぶん残ってるね。そうだ、残ってるの。アイリスさん結構さ、メンバーのさ、そういうなんかね、そう、面白い系持ってるイメージ。裏側をこうやって撮ってるじゃん、うん、もう寝顔だけは絶対見られたくないと思ったら、めっちゃアイリスさんの方向いてミユがカサッて寝てて、撮られたんだ。撮られてたの。じゃあ見せに行こう。違うでしょ。違うでしょ。え、見たい。ってことで、みゆさんの恥ずかしいエピソードでした。みおちゃんの聞きたいけどね。